対局開始。よろしくお願いします。いらっしゃいませです。さあ今日もね、初心者の方、ね、級位者の方にもできるだけ分かりやすく楽しく居飛車を実況していこうと思いますので、ぜひね、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。さあ今回相手の方が居飛車なんですが、まあ雁木やっていこうかなと思います。で、相手の方のその形が分からんのだよな。まだ分からんから、まあでもここで雁木ですって言ったらどうするんだろうね。ミノにするのか矢倉で来るのかっていうところなんだけど、おっと、これは左ミノの匂いがするけど、あ、へー、なるほど。銀上がる、銀上がる、歩突く。まあ歩突きか、先に。まあそれならこっち上がる。ほう、なるほど。まあこれはきっと飛車浮いてきて7五歩やってくるっていう狙いなんだろうけど、仮にここでさ6五歩突くとどうすんの。角道空いとる、角交換相手からしてくるしかないか、玉で来るかやんか。玉だった時は角交換同玉6四歩で銀が死んどるよね。だから玉はないよね。6五桂か6五銀か7七角なるかの3択よね。で、7七角なるなら銀に当たっとるから同桂同桂同角になるやろ。で、5五角やっぱ打てるんじゃないって思うんですよ。だから6五桂同桂、6五桂同桂角交換、ん ?6 五桂7七角はないかな。6五歩7七角なる同桂のルートはないはず。だから6五歩に同銀か、いや同銀はダメやろ。同銀は2二角が入るよね。同桂も2二角が入るね。6五歩じゃないこれ。6五歩でどうすんの。読み切って、まあそれは桂跳ねて、読み切ったと思ってるんですが、まあ同桂で、取ったら5五角よ。だから取らないって言ってるんだけど、まあ7七桂打ちかな。7七桂打ち、まあ6五銀は同桂。まあ7七桂やと思うけどな。まあ桂打つんじゃない。取ると銀が出てくんの。いや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 、取って銀が出る桂になった時に浮いてセーフとか言ってんの。本当かいそれは。7歩、もっと言うと4六角もあるかもしれんね。4六角か7五同歩か。4六角どうすんだろうね。4六角はだって7三桂なら見とるやろ。4六角7六歩か8六歩。4六角に7六歩は同銀飛車より、まあ金上がっていくわな。早く銀、うん、まあ角っていいんじゃないかなと思うけど、8六も同歩同飛車で8七で寄るのは銀で取れちゃうから、
え、これ角打ちどうすんの？教えてよ。まあ取って取る。桂なる先に入るかな。桂なって8七歩成に、ん？桂なって8七歩成、飛車取る、金取る、銀取る。系統がやばいが、先に入るんじゃないかなと思うけどね。なるなる、取る取る取る、歩が入って、まあ普通は金が、そうかそうか、それだと金桂が、6五の桂が抜かれるから、あ、6五の桂はないんか、ないんやけど、相手は飛車に強いんだよな。いや、どうなんだろうな、これ。いや、分からんか。ちょっと取る手もあったかもしんない。7三なる手はあったかもしんないんだけど、ちょっと分からなかったんでっていうところで、まあこれは一回通るわ。うん、ここを引っていくと、8七金やとね、ぶった切って同銀に角なってくるってか見えたから、まあこっちでしょうね。まあそれはね、一応なんか何でもなさそうに見えるんだけど、角おらんくなっても別にってあんじゃね。普通は銀上がりそうやけどね。歩もあり、まあ銀かな。まあ銀上がるか。逃げるなら縦に引いてくださいって言ってます。まあ6五の桂は別に並んでもいい気がするんだよな。納得？一応。いや、でもなるな、違う気がするんだよな。今2四歩いっちゃうと1三角とか3五角食らうから、見えないんだよな。一回なっとくんかね。なって五五銀は二四歩か。まあなるんかな。うん。二四歩は入るから。まあこれで格好感していったらいいんだ。まあ、まあ再下段かな。まあ部分的に継続してるんで。何しようかな。あ、まあまあそれは取るよね。あ、もともとやりたかったからな。ああね。3分
まあ、取って6七金左とか上がっていくんじゃないかなと思うけどな。がっつり守ってくってなったら6七銀とか打つよ。かここで5五歩。いやー2分30秒5五歩あるんかな。5五歩銀取られる、飛車取る、金取る、同飛車同玉か。5五歩ありそうなんだよな。2分取って銀、銀銀角、取るか。これで勝負かな。まあね、ぶった切ってくるとは思ったけど、ここよ、ここで何すんの。まあここ8号まで回ろうってことなんだけど、まあ打ちたくなるよね。まあ、やったらこの辺打っとくんかな。1分30秒で、5七銀下行ったら詰んじゃうから上行くしかなくて、金打ち、まあ取って取って取って、まあ上行って、まあこれはここに行けば受かってるんじゃない。下からってこと？これ詰めろですか？飛車下ろしは詰めろなんだけどね、絶対。飛車下ろした時に何してくんのこれ。今よりはこっちかわして大丈夫だよね。7八かわして大丈夫だったんだけど。1分。金打ちは通るよね。飛車で詰めろなんだけど。まあ、ここ打っといて、まあ、こっち避けといて、6九馬は6七玉かな。まあ、これは詰めろ回避してきたってことなんだろうけど、銀打ちで30秒
いや、こっちがいいか。まあ、取って。ほう、それは危なそうに見えるけど。20秒。銀打ちで上で一軒竜からアウトでしょ。取るしかないよね。1手2手3手4手5手詰めじゃない。それは銀打つと、はい、ありました。よくぞやった。しかし将棋ウォーズを勝ち抜くのは、はい、まだまだ厳しいぞ。ダン2対早栗銀系の戦いになりました。ぜひね、高評価チャンネル登録していただいてですね、次回の対局も楽しみにしていてください。ということで本日もお疲れ様でした。お会いしましょう。